千秋さん、どうぞ。お誕生日のお祝いありがとうございます。あっくんからも手作りのケーキのプレゼントいただきましたよ。正確には千秋さんと一緒に作りましたけど。でもレシピとか考えてくれたのはあっくんだからね。僕このケーキすっごく気に入ってるよ。デザインも可愛いと思う。味も僕の好みだし、お店のメニューに入れてもいいかもね。あっくんが作ってくれた記念に。え、本当ですか？じゃあお客さん用にもう少し甘めにしてみようかな。うん、そうだね。一緒に考えようか。あ、皆さんもぜひ食べに来てくださいね。ご来店お待ちしてます。千秋さんのお祝いありがとうございました。なんかお店の宣伝みたいになっちゃったけど大丈夫かな？大丈夫ですよ。千秋さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。一緒にお祝いできて嬉しいです。僕も嬉しいよ。あっくんが来る前は誕生日も一人が多かったから。そうなんですか。だからあっくんがお祝いしてくれるのがもうプレゼントかな。千秋さん、特別な日ですから何でもわがまま言ってくださいね。何でも。じゃあお誕生日だし甘えちゃおうかななんて。ダメ？ダメじゃないです。ありがとう、あっくん。